よいしょ、見てほら香ばしい焼き色ついてる。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、ズッキーニを使って作るちょっと面白い見た目のおかずやおつまみに抜群の一品を紹介させていただきます。このズッキーニの表面を香ばしく焼き上げ、中にね、ひき肉を詰め込んで一緒に焼くんで、一口口の中でね、噛み締めると肉汁がドワッと溢れ返って、マジでやばい。もう一口サイズの食べやすい大きさなんで、パクパクいけちゃってほんと止まらんやつなんでね、一回だけ作ってみてください。むちゃくちゃ美味しいです。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。ズッキーニ1本、ちょっと太めのものが作りやすいです。豚ミンチ 100g、 粉チーズ大さじ1杯、刻みネギ大さじ2杯、おろしニンニクと生姜各小さじ1杯ずつです。材料は以上です。まずはズッキーニを切り分けていきます。ちょっとヘタはね、切り落としていただいて、このズッキーニを、そうですね、2、3ミリの厚さで切り落とさないように、はい、こんな感じ、こう開けるような感じでどんどん切っていってください。あんまり分厚すぎるとね、火が通りにくくなるので、はい、こんな感じで開けるような状態にしながらどんどん切り分けていきます。よいしょー、はい、こらしょー。はい、こちら切り分けたズッキーニ、これ分量外のお塩、一つまみで構いませんので、振りかけてしっかりとね、このズッキーニに絡めてください。薄い塩味をつけるのとともに、ズッキーニをね、しんなりさせて、この後の作業をやりやすくするためです。はい、しっかり表面にね、塩をまぶしたら、この状態でまあ10分から15分置いといてください。お次は適当な大きさのボウル用意していただいて、はい、これ豚ミンチすべて入れます。おネギ、粉チーズ、はい、ニンニクと生姜、これすべて入れていただいて、しっかりと混ぜ合わせて、この豚ミンチがね、ちょっとねちょっと粘り気が出てきますので、そんな感じになるまでしっかりと揉み合わせてください。これで今回の美味しいタネは完了。結構ね、しっかりと揉み込むことで粘り気が出てくるんで、はい、ぐちゃぐちゃっとね、ネギ、粉チーズ、ニンニク、生姜を加えて混ぜ合わせる。はい、練り込む。はい、こんな感じですね。ちょっとね、ちょっと粘り気が出てきたら OK。はい、こちら塩しておいたズッキーニ、表面にね、余分な水分がにじみ出てきますので、こういったキッチンペーパーなどでね、しっかり拭き取ってください。はい、これでズッキーニの準備完了です。そうしましたら、このズッキーニもね、少ししんなりしてるんで、ここパカッと開いていただいて、この先ほど合わしといたひき肉を詰め込んでいきます。はい、ここね、開いてひき肉を少しスプーンなどで取っていただいて、はい、こんな感じ、もうパカッと挟み込むだけで OK。 これも適当で OK なんでね、こんな状態に全てしていってください。はい、これね、ズッキーニお塩して少しなじませてるんで、ちょっとふにゃっとなっててね、簡単に開くことができて、はい、こんな感じでグイッと挟み込む。はい、これ全て作っていきます。はい、こんな感じですね。ミンチをズッキーニの間に挟み込む。今回のミンチの分量で、綺麗にね、なくなるぐらい詰め込めますんで。はい、ここまでできたら、あとはね、香ばしく焼いていきます。はい、こちらフライパンに油を薄く引いて、弱火でしっかり温めてください。そしたら、このね、お肉挟んどいたズッキーニを並べて入れていきます。火力は弱火です。はい、すべて入れましたら、蓋をします。はい、この状態、火力弱火のまま約3分、じっくり蒸し焼きにしてください。
あよー、3分蒸し焼きにしましたら、裏表をひっくり返します。よいしょ。見てほら、香ばしい焼き色ついてる。弱火でね、じっくり蒸し焼きにしても、こんだけ焼けるんで、火力気をつけてください。よいしょ、熱いね。はい、これ裏表をすべてひっくり返して、裏側にもね、香ばしい焼き色つけていきまーす。よいしょ。はい、どんどんひっくり返していこう。うまそう。はい、そしたら再び蓋をして、今度は約2分で OK です。もう全体的に温まってるんで、2分間蒸し焼きにして、しっかり中まで火を通していきます。はいよー。はい、全体で5分ほど蒸し焼きにして、この裏表にね、香ばしい焼き色がついたら OK です。はい、こんな感じね。裏も表も香ばしい焼き色をつける。はい、そしたら盛り付けて食べちゃいましょう。はい、完成。ズッキーニ餃子、これが香ばしくてね、肉汁が溢れ出すめちゃくちゃ美味しい一品なので、ぜひ作ってみてください。それではキュームップをいただきます。めちゃくちゃうまい。もうズッキーニにも下味つけてますし、このね、ひき肉に混ぜた粉チーズがめちゃめちゃいい仕事してる。そのまま食べてもほんとパクパクいけますわ。そしてこのね、表面を香ばしく焼き焦がしてるんで、食欲を刺激してくる。むちゃくちゃうまい。ほんとおすすめです。うん、うまいなこれ。いや、ほんとおかずやおつまみにおすすめなんでね、ぜひ作ってみてください。そして私はよくね、これこれこれ見て、これ何かわからんしょ。ポン酢に胡椒を思いっきり入れた胡椒ポン酢、こういうね、ひき肉系の料理にはめちゃくちゃ合う。こいつにつけて食うとマジ酒止まらん。うん、うまっ。まだ表面のね、ズッキーニもシャキッとした食感が残ってて、こう噛み締めると中から肉汁がドワーッと口の中にね、溢れ返ってくる。これは本当に美味しいんで、お子様なんかもね、食べやすい味わいやと思いますんで、マジ一回作ってみてください。やばいっす、うますぎ。